それではゲストにお話を伺います。この時間はマネック証券の吉田久志さんです。吉田さん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。はい、さあ今ご覧いただきましたドル円が今もう161円台に乗せているということなんですけれども、はい、今もう円安円安と言われていますが、吉田さんは今の相場どうご覧になっているでしょうか。そうですね、4月末に介入やる前に160円っていうのをつけて、はい、そこはずっと、まあ、ドルの高値だったわけですよね。はい、でそれを、まあ、更新したわけですから、うん、まあ、高値を更新したらちょびっとで終わるというのはなかなか難しいので、うん、この具合に 1,2 円ぐらいそこから円安が進むというのは、まあ、仕方のないことで、うん、僕なんかからすると今の円安というのはもう転換点を迎えているなと思っているので、ただ転換点を実際に相場転換する時というのは普通やっぱり2番天井だとか、うんうん、2番底だとかという形で一番天井の更新に失敗したところからやっぱり転換っていうのが始まるわけですから、だから、まあ、今のところ のドルの高値161円の90何銭とかっていう昨日ぐらいつけたところだと思いますので、明日の雇用統計になんか受けてね、この高値を更新するのか、高値の更新に失敗する、まあ、さっき言った162円を明日の雇用統計でも超えられないとかってなってから初めて、あ、いよいよ終わったかもしれないねと、うん、また高値更新しちゃったらですね、まあもうちょっといくねみたいな、そんな感じで考えるしかないんじゃないかなと思ってます。うん、吉田さん、渡辺です。よろしくお願いします。はい、こういう状況になりますと1円動くだけで大騒ぎするのがマスコミっちゅうもんなんで、その辺はご了解いただければと思いますけど、僕は彼らとは違いますけど、まあいいや、ごめんなさい。でこの円安が170円180円ってどんどんいくかどうかっていう方向感を伺いたいんですけれども、その点についてはいかがですか。そうですね、170円にいくかどうかっていうのはやっぱり条件次第だと思うんですよね。はい、で例えば一つの考え方としてドル円なんていうのはこう金利差との関係があるわけですから、はい、だから今のドル円を正当化している金利差ということがあれば、どこまで金利差が拡大したら170円になるかとかっていうふうな、そういう計算というのはできるわけですよね。で例えば去年までのドル円と日米の10年債利回りした長期金利差との関係を前提にすると、170円まで届くためには日米の金利差が 6% ぐらい、はい、まず 5% 以上か、はい、そうですね、10年債利回り差でいったら 5% 以上に拡大する必要があるとかっていう計算なんですよね。今ちょっと日米10年債利回り差がローソク足でドル円が白い折れ線で表示してますけど、今まずそもそも乖離しています金利差と為替レートが。でこれが170円にドル円が行くんだったら多分もうこのグラフに入らない 5% とか 6% の金利差がないとダメですね。そうなんですよね。はい、で今日本の10年債利回りもご存じの通り 1% を超えてきてるじゃないですか。はい、その中で日米の10年債利回りさん 5% 以上に拡大するためにはアメリカの10年債利回りが 6% 以上にならなきゃダメなわけですよね。はい、そういうことですよね。はい、で例えば去年アメリカの10年債利回りで 5% まで上昇しましたけれども、うん、これが2007年以来だから17年ぶりとか16年ぶりとかそんな感じだったわけですよ。はい、これでもびっくりしたところがですね、そこからさらに 5% からさらに 6% 以上に上昇するとかっていうと、うん、なかなか簡単そうじゃないですよね。そうですね、うん、そうなってきたらやっぱり170円っていうのも170円届くのもやっぱり簡単そうじゃないねって結論には一つなるんですけれども、はい、ただもう一つ言いたいのは、最近さっきおっしゃっていただいたみたいに金利差とドル円の関係が大きく崩れてるわけですよ。はい、金利差なんて今年に入ってから10年債利回り差はピークで確か 3.4% 弱ぐらいのところまで、ね、3.5、はい、拡大してたところから最近は 3.2% 前後とかまでこう縮小してるわけですよ。はい、金利差縮小してるのに、うん、160円超えてきてるわけですよ。はい、ですからなかなか金利差だけで
170円が可能かどうかっていうのを、うん、検証するのは今はちょっと物差しとして役に立たなくなってますよね。はいはい。じゃあそもそもなんで金利差が縮小してるのに160円を超えてドル高円安になってるかっていうと、うん、まあ今お話したみたいに金利差自体はその 3.8% から 3.2% 縮小したとはいえ、はい、依然としてやっぱり 3% 以上金利差が開いてるっていうのは、うん、円を買う意味ではすごく不利で、そうですね、そうですね、はいはい、円を売る意味では、うん、圧倒的に有利なことに何も変わりないですよね。そうですね。ちなみに、うん、今の10年債利回りさんが今のように 3% 以上になっている状況っていうのはもう1年ぐらい続いてるんですよ。はいはい、うん、すごく長く続いている、うん、円買いに不利で円売りに有利な状況が1年以上も続くとですね、うん、みんな慣れてくるから、はい、どん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 ちょっとぐらい金利差縮小してもは関係ないねみたいな、うん、大幅な金利差があったらこれはもう円売りが絶対的に有利だねってなってくるとですね、はい、金利差の多少の変化にかかわらずに短期売買、うん、短期で売買する FX の投資家だとか、まあ、インターバンクディーラーもそうなんですけれども、はい、そういう人たちはもう明らかにドル買い円売り一辺倒になるわけですよ、ね、はい、だから金利差縮小しても、うん、短期のドル円売りがどん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 拡大しているので、うん、160円を超えたドル高円安を正当化しているわけですよね、はい、うん、っていうことからすると160円からさらに170円になるかどうかっていうのはそういう投機筋のドル円売りが、うん、さらにどれだけ拡大できるのかどうかっていうのを検証する必要がありますよね、はい、うん、でこの場合の投機筋のドル円売りって正確な数字は誰も分からないんですけれども、僕は象徴的なデータとしては、よくこの番組でも CFTC、はい、アメリカの商品先物取引委員会の、うん、投機筋のデータを使いますよね、はい、でこれ直近のものをとりあえず用意しましたが、直近のジャパニーズ円がドルに対してどうなってるかっていうと、投機筋ノンコマーシャルで見ますと買いが3万4千枚で売りが20万枚なんで差し引き17万枚ぐらいの売り越しっていうことですよね。これそうですよね、はい、17万枚の売り越しっていうともうほとんど過去最高なんですよ。ああ、なるほど。細かく言うと過去最高っていうのは2007年の6月に記録した 18.8 万枚ってやつなんです。はい、で今年の最高っていうのは4月 の, 介入をやる直前の週に記録したやっぱり18万枚弱なんですよ、はい、だから大体まあ18万枚前後っていうともう過去最高で、うん、先週 の, 時点でそんな過去最高にほとんどこう肩並べてきてるわけですよ、はい、要するにそこからねさらにこうやって1週間ぐらいで円安進んでるから、うん、足元ではもう過去最高を更新してる可能性もあると思うんですね。そうですね。でまあ、過去最高を更新したっていうのはもうこれ以上今まではドル買い円売りが拡大しないところまで、うん、拡大してきてる、はい、あとはじゃあ過去最高どれだけ更新できるか、うん、170円を達成できるかどうかっていうとそこのところを検証する必要があって、はい、僕のこれまでの関係を前提として、うん、170円を正当化できる投機筋のドル買い円の売り越しっていうのは、うん、ざっくり言って30万枚の売り越し、はあ、そう、はあ、今 の, その17万枚からで過去最高規模なんていうもほとんど、はいはいはい、それがさらに 6, その6割ぐらい増えて、うん、30万枚になって初めてこう170円 の, ドル高円安正当ができる、はい、で今のそもそもこの17万枚っていうのがあってもう記録的な、ね、売り越しであって、うん、普通は例えば去年 の, 円の売り越しのピークって13万枚なわけです、はい、一昨年は11万枚ですよ、はい、っていうことからすると去年までは普通だったらやっぱり10万枚超えてきたら結構もう行き過ぎなんです、はい、それが今17万枚になってるし、うん、ましてや170円を正当化するために30万枚必要だということですね、うん、普通の行き過ぎの3倍ぐらいにならないとそうですね、170円に届かないという話になるので、うん、まあそうやって考えてみたらですね、僕は170円まで届くということは無理だろうなと思いますけどね、うんうんうん、
で今日米金利差と投機筋の動きという2つのポイントを伺いました。でもう一つ、あの吉田さんいつもポイントにされている移動平均線からの乖離率で、ちょっとこれ長期のチャートを用意してます。でこれ月足チャートに、60期間移動平均線とその乖離率なんで、月足の60本なんで、つまり5年ですね。これ5年移動平均線と5年移動平均線からの乖離率を表示してますけど、ここから読み取れることっていうのはどういうことですか？そうですね、特にこの下のグラフが分かりやすいと思うんですけれども、これ1979年ぐらいから、はい、前からですよね、はい、ご覧いただくと、まあ、あの乖離率が3割、うん、あの以上拡大したことっていうのはほとんどないじゃないですか、はい、あの上の方ですね。そうですね、うん、あの最高が細かいですけど、2015年の 34% とか 33% とか、そんな感じなんですよ、はい、今あのそうですね、ポイントしてる、ね、確認したところですよね、はい、でそれ以外に1998年もやっぱり3割をちょっと超えてますよね、はい、1998年ここですね、はい、こんな感じで、あの5年線を3割以上上回ると、うん、循環的なドル高円安一巡するっていうのがこれまでずっとこう続いてきてるわけですよ。なるほど、そうですね。2022年もあの若干ですけれども、やっぱり3割上回ったところで、はい、介入やったら終わりましたってやつだったわけですね、はい、そして足元もあのご覧の通り、まあ、ほとんど3割になってきてるわけですよ、はい、うん、だからこうやって見るとあのほぼほぼもうあの循環的な円安 の限界圏に達しているということなんでしょうけれども、ええ、これがあの170円になったらあのどこまでこの乖離率が拡大するのかと、はいはい、うん、5年線をどれだけ上回るのかということで計算してみたら、うん、僕からするとですね、突拍子もない数字が出て、だからやっぱり無理なんだねって話しようかなと思ってやってみたら、はい、意外とそうでもなくて、はい、5年線は最近まあこれだけドル高円安が進んできているので、うん、あのまあ、今のペースでいくと年末までにさらにこうあの上昇するわけですよ、はい、あ5年線はね、はい、そうですね、はい、うん、ですから170円まで仮に実勢レートが上昇したとしても、うん、5年線をせいぜい 33-4% 上回るぐらい、そうかみたいな、そうですね、あの5年移動平均線そのものが上の方向に行ってるから、乖離率は縮まっちゃうわけだから、乖離率としてはそんなに膨らまなくてもっていう話ですよね。そうなんですよね。そうですね、だから2015年に記録した、うん、あの5年線を 33-4% 上回るのと同じぐらいまで拡大するんだけれども、はい、あのまあ、あのそういう意味で言ったら、これまでに経験したあの最大 の行き過ぎたドル高円安にはなるんだけれども、うん、あのさらにそれを大きく上回って今まで経験したこともないような行き過ぎたドル高円安になるってほどじゃ170円程度ではあのまだ言えないですね。なるほど、うん、なるほど、うん、乖離率でいうとそういうことっていうことですね。そうですね、わかりました。ちょっとですね、ドル円の話、今あの金利差と投機筋の動き、それから移動平均線乖離率で為替の話を伺いました。ちょっともう一つ伺いたいことあって、あの大統領選挙です。でトランプさんとバイデンさんのディベートを見ると、もうどう見てもトランプさんの方が元気であると、でバイデンさんがもういつ撤退するのかみたいな話になってます。でこれトランプさんといえば2016年に勝った時に、株がものすごい買われるっていうトランプラリーありましたけど、今回トランプが勝った場合トランプラリーありそうですか？どうご覧になられてますか？ない、ええ、あのトランプ の相場への影響っていうのはトランプラリーが有名ですけども、ええ、もう一つは悪い金利上昇っていうのがあるんですよ。悪い金利上昇、はいはいはい、これご存知ですか？覚えてないですね、ええ、あのトランプの相場への影響で代表的なのっていうのはこの2つなんですね、はい、僕はどっちかというと今回は悪い金利上昇の方になるんじゃないかなと。はいはい、あのトランプラリーっていうのは言うまでもなく8年前にね、ええ、まさかあんなトランプが勝つはずないだろうって言ってあのマサトラが実現しちゃったら、マサトラ、はい、意外となんかねあの株は暴落せずに、うん、株もドルも暴落せずに逆にあの大幅高に向かったと、はい、いうあのトランプラリーってやつですけれども、ね、はい、でこの時っていうのはあのそもそもやっぱりそれまでにあのマーケットがすごく過剰な悲観論になったんですね。はいはい、うん、でそれに大きな影響を与えたのがあの大統領選挙の国会前の
2016年の6月にあったブレグジットショックですよ、はいはい、ブレグジットイギリスが国民投票でまさかの EU 離脱が賛成多数になっちゃうっていう、はい、それを受けて一回世界的に大暴落するわけですよね、はいはい、こんなこともあったもんだからずっとやっぱり引きずってて、うん、まさかトランプが大統領になることなんてやれないと思うけども、うん、万が一そうなったらブレグジットショックを上回るようにトランプショックが起こるっていうふうにみんな警戒するわけです、うん、確かにそういう織り込みでしたね。ただ足元の景気が実はそのあれなんですね、選挙前ぐらいから急回復してるんです、ね、うん、はい、マーケットそこはあんまり無視するわけですよ、はい、あのトランプショックの方だけを警戒して、うん、本当にトランプが勝っちゃったと思っていよいよトランプ暴落かと思ったらそれすぐに行き詰まって、うん、そこで初めてあの行き過ぎた悲観論の逆流が始まると、うん、はい、それがトランプラリーになったっていうのが、はい、あのトランプラリー の実態だと思うんですけども、はい、で今の状況っていうのはお分かりの通り慎重論かけらもないじゃないですか。ないですね、はいはい、うん、でね、日本も今日株高値更新しましたけれども、はい、世界的にやっぱり株高が続いてますよね、うん、だから2016年の大統領選挙前とは ある意味正反対みたいな状況で、はい、あとはこういう中でそのトランプが、まあ、トランプは予測言動が予測できないっていうことが特徴の一つだから、うん、はい、言った通りに公約をやるかどうか知らないですけれども、うん、一応は減税だとか対中国関税だとかですね、はいはい、そういうインフレ政策言ってるわけですよね、はい、うん、彼がさっきお話したみたいに8年前トランプ政権が2017年から始まって一応彼は公約通りにトランプ減税、はい、大型減税を議会で成立させたのが2017年12月なんです、はいはい、うん、その後起こったのが悪い日の調子なわけです、はい、トランプ減税が現実化したらですね、うん、アメリカでは金利がすごく上がるんですけど、はい、うん、それを尻目に株は暴落してドルもすごい下がるわけです、はいはい、うん、悪い金利上昇っていうのは言うまでもなくやっぱり金利上昇が嫌気されて株だとか通貨が下がるってやつですけれども、はい、これが起こったんですね、はい、今みたいに必要のないような今でも似ている状況だと思うんですけれども、うん、必要のないインフレ政策だったらですね、はい、僕は今お話したみたいにトランプラリーじゃなくて、うん、もう一つトランプ政権時代にマーケットに大きなインパクトを与えた悪い金利上昇が再燃する危険性もあるんじゃないかなと思ったんですよね。確かに2016年の時のトランプってニューカマーですけど、今のマーケットにおけるトランプというのはもう一回過去に織り込んだことある男なんで、確かに2016年の反応がそのまま繰り返されないっていう気もしますね。確かにおっしゃる通りですね。そこはもう、まあ、マーケットは分かんないですけど、ええ、トランプラリーはもう来ないと思います。かというと、ええ、悪い金利の上昇とかトランプショックとかね、うん、なってもおかしくないんじゃないかなっていうふうに僕は思いますよね。なるほど、わかりました。吉田さん大変参考になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。マネックス証券の吉田久志さんのお話でした。